中3カバーのなおとみおです。今回はたくさんのリクエストがあった推しの子の有馬かなちゃんの三色マーカーに家族で挑戦していこうと思います。今回の三色マーカーは新しいペンでやっていこうと思います。それがこちらです。この段ボールの中に入っとるけん今から開けていこうと思います。開封していきます。せーの、おい。じゃあこのポンポンも開けていきましょう。うわー、うわー、かわいいやん。かわいい。あ、え、こいつね。こっちだよ。あ、こっちだ。そっか。はい、今回はアーティックスさんの66本セットのアルコールマーカーでやっていこうと思います。はい。あー、色番号だ。はい、こちら色番号の紙が入ってました。これ自分で塗れる。そうだね。でさ、多分さ、これさ2マスあるじゃん、1色について。なんか2通り塗り方ができるってことだよね、これ。便利だね。親切。え、かわいくない？え、かわいい。サラ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 。持ちやすいんだよ。三角形になってんだ。本当だ。三角形って初めてだよね。ちょっと開けてみようかな。はい。筆の方はよくあるアルコールマーカーのね、書く方よね。こっちは広い範囲の色に使うやつ。そうそうそう。このマーカー全体的にね、パステル系が多いね。使いやすそうな色がいっぱいあるね。持ち運びが楽じゃね。そう、持ち運びがめっちゃできやすいし、こう取っ手だけじゃなくてこうやってパタンってやって倒したら傾けられるようになってるんだよ。箱が可愛いんだよね、この文字。フォントがさ、なんかポップな感じで。あと色もね。あ、そう。この紫いいよね、可愛い。こちらの66本セットで、お値段が6999円と、1本あたり106円ぐらいで、もうめちゃめちゃお得なペンになってます。こちらの商品の詳細は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。さらに、私たち中3工房とアーティックスさんのコラボ記念ということで、この今私たちが使う66本セット全く同じものを1つ、抽選で視聴者様にプレゼントします。動画の最後にこれから動画を見ていけば分かる簡単なクイズを出すので、その答えと一緒に応募よろしくお願いします。応募方法も概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ではこちらの66本セットを使って三色マーカーやっていきましょう。じゃあ一色目いきますか。はい、みよから。はい、母さんよ、何が欲しいでしょうか。紫とか赤かなちゃんらしいね。赤は今回さ、アーテックスでさ、新しいペンだからわからないよね。はい。おお。母さんの1色目は405番です。何色だろう。みよの1色目は私も赤か紫かな。はい、青でもいい。おお、リオの1色目は313です。いいじゃん。ピンクかな。ピンクっぽくね。はい、じゃあ父さんの1色目を引いていきます。何色？赤よ。赤か。知ってた。赤。はい。おーい、いいんじゃないの。父さんの1色目は416番です。ピンクかな。ピンクかね。ピンクっぽくね。じゃあマナは？そりゃあね、わかるね。じゃあ引かずに引きます。アーテックスさんのペン、なんかサラサラしてるね。あ、そうそうそう、サラサラ。はい、おまいかー。おー、来たよ。マナの1色目は426番です。はい。あのさ、筆が最初だけ硬いんかな。それがね、すごい書きやすい。めっちゃくちゃ書きやすくない？あ、塗りやすい。細かいとこがめっちゃ塗りやすそうだね、これ。塗りやすいね。インクの出もよくない？ちょうどいいね。なんか出すぎず、出なさすぎず。これさ、ペンが三角だけさ、握りやすくない？握りやすいね。三色マーカーってさ、かなちゃん初めてだよね。初めて。この線がむずいね。かわいいけどね。かわいいけど。塗り重ねると濃くなるね。そう、そうなんよ。すごいね、濃淡がつきやすくて一色でも全然使える。うん、深みがあれば描けるよね。描けるね。この66色セットあればさ、結構いけるよね。いいよ。終了。終了。終了。じゃあ2色目いきましょう。はい、何が欲しいですか？ピンク系で。ダジャです。それで引ける。あー、わかんないけど、まあ、私に任せてください。おー。
ごめんなさいね、本当に。母さんの2色目は174番です。3色目でしますから。それ危険かったらだいぶ事故よ。ごめんね、それは。いいよ、緑。いいけど。じゃあ、リオは何？私は紫とか。まさか。わー、おんぴしゃ。リオの2色目は77番です。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね、緑。おんぴしゃだね。はい、父さんは？父さん何色でもいい。そっか、出たもんね。出たもんね、さっきね。はい、おー、はい、おー、父さんの2色目は423番です。薄緑。じゃあマナは？赤で。赤。いや、もう目を引くような赤がいい。アーテックスさんの赤は何番だろうね。325ぐらいかな。いいよ、いいよ。マナの2色目は146番です。これ完全に紫だよね。さあさあ、行きましょう。なんかうちドンピシャの色しか出てない。なんか申し訳なくなってくる。うわ、かわよ。最後の色にかけようかな。かけようかなって言っときながら、父さん、私1色目で赤引いたけどな。ピンクね。いや変わらんて。もうちょっとさ、冒険したい。お父さんほとんど抜けちゃったんじゃないの？一色目で髪までいってないんだよね。もったいない。マジでよ。あ、ちょっといってよ。何や、はい、二色目終了です。終了。じゃあ三色目最後の色いきましょう。はい。さあ、母さん、最後の色よ。赤系がいい。そうじゃね。はい。お母さんの3色目は185番です。でも逆に良かったね、これさ、蛍光の緑とか出なくて。母さん割と寒色中性色が多いから、むしろ良かったんじゃないの。じゃあ、りょうさん3色目何色？何でもいいです。黄色とかがいいかもしれない。こんな感じ。めっちゃあります。3個あります。ある？それ聞いていいの？リオの3色目は167番です。2択まで絞ったのに、この3番あるって言った直後に2本落としてたの笑ってよ。じゃあ、父さんの3色目、あ、何色ですか？青系が欲しいです。はい。おー、まあまあいいや。父さんの3色目は68番です。いや、いいよ。じゃあマナ最後。赤。いや、もうそろそろ引いて。マイナーです。いや、当たり前じゃないか。赤へ、もうそろそろ引いて。なるほどね。いいね、いいね、いいんじゃない。いい。マナの3色目は417番です。はい。これ薄黄色だよ。すごい色、これ。綺麗な色してる。よかった。グリーンブルーだな。髪塗りやすい。この筆の硬さ大好き。なんか払った感じが、うん、うん、いいね。アートテックスのサブクランカー終了ですか？はい。じゃあ最後に見せ合い。はい。リオから。はい。おお。かわいいね。パステルだね。パステルでしょ。カナがいい。うん、いいでしょ、カナ。かわいい。かわいい自体が。しかもこれ一色で仕上げてるけど、濃淡も本当につけられてて、めっちゃいいよ。つきやすいからね、ペンが。よかったよ。いいよね。だって髪もさ、帽子もさ、3色っていう感じがしない？結構いろんな色使ってるのかなーって思っちゃう。そうそうそう、うん、いいじゃないですか。塗り方も綺麗。じゃあ次は、姉ちゃん。すごいねー。ピーマン。ピーマン何これ、めっちゃ可愛いじゃん。ピーマン大佐のピーマン。緑をさ、めちゃくちゃいい感じ使ったね。でしょ。黄緑と深い緑になったね。そうなんよ。めちゃぬめちゃ塗ったら、帽子とかさ、特に全然2色って感じがせん。ねー、すごい。うん、めっちゃする。する。実は1色なんですよ。66色でもさ、結構幅広いよね。そうそうそう。いいよ。ありがとう。じゃあ次は、母さん。あら、可愛いじゃない。いいでしょ。意外と青っぽかったね。帽子とさ、手袋のさ、チェック柄。すごい可愛いね。あ、帽子もチェックだ。おしゃれだよね。統一感があっていいね。おしゃれなかなちゃんって感じがする。イコール塗り方が神だね。しかも目のグラデーションとかさ、めっちゃうまいくない？めっちゃうまい。どうでした？アーティックスさんは。塗りやすかったよ、すごい。筆の感じも柔らかすぎず、腰があって、なんか髪の毛がシュッシュって塗りやすかった。じゃあ最後、父さんどう？おー。よくない？メッシュがいい。髪の毛、ちょっとこだわったんよ。
髪の毛赤でいってないけさ、なんか可愛い。あ、そうそうそう、ワンポイントでね、ちょっとピンク使ってね。いいね。父さんも手袋をさ、すごい濃淡つけたんだけどさ、これ二色って感じしない？するする。父さんすごいするわ。何回塗り重ねて。結構塗っちゃったけど、でもこういう使い方がやっぱできるよね。一番こだわったのはね、一番星の帽子の星。本当だ、帽子に星がある。どう？サーカスにいる人みたいだなって思って。あ、一応ごめん、アイドルなんですけど。第一印象ね。かなちゃん賞はリオだね。いやもうこれはリオでしょ。三色マーカーの MVP と言ったら今回はリオか。やったー。マナは B マン賞だな。 B マン賞だね。母さんはもうアイドル賞。アイドルって言ったらね、うん、アイドルって感じ。まあ一番最後の父さんは一番星。キラキラでしょ。一番星。キラキラ賞。え、一番星って言うの？ギャルだね。いやでもさ、一番星って言ってるけど細くあるじゃん。ここで最後のクイズを出題します。はい、問題は母さんの2色目は何の色だったでしょうか。クイズの答えを添えてマーカーの応募をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、インスタ、X のフォローもよろしくお願いします。それでは三色マーカーチャレンジでした。バイバーイ。